はいどうもえー、ありがとうございますえー、はいあのー、大きな声で拍手をいただけるとありがたいんでございますけど。 でなんかカカカチカチカチ,カチってえますけど、ね、あ,ありがとうございまねあのこのズームで落語もですね6月から始めまして。 えー、6月は頑張ってね、えー、もう毎週日曜日やったんですけれども7月からはあ月に2回ずつ、うんえーまああのー、私とね芸のタルトと、えー、そしてあの東京からたまちゃんがですね、えー、共同ホストになっていただきまして、えー、あの怪しげな人が入ってくるとですねそれはもう、えー、強制退去するというね。 えー、過去ね7月にやった時ですね、えー、あのこの Zoom の ID をですねオープンでやった時がございましてね、えー、そうしたらやっぱりこうにに日明かしというのか怪しげなあ外国人がすっぱだかで出てきたというね。えー であの皆はちゃんとあの落語の画面にしてたからねあの見ずに済んだんですけどあの全体を見回してるあのタマちゃんだけがあ一物を見てしまったという、えー、あれ録画しとけばよかったなってね今,今あの思うんでございますけれどもまあいろんなことがありながらこうやってね、えー、ズ,ームラズームで落語というのが続いているんでございますけれども今日も一席お付き合いをお願いたいと思います。えーまあ、私から、ね、一席話したいと思ううんですけども、まあ、そうですね ねえー、まあ、仲のいいご夫婦がいたという話でございまして、えー、これ安部川町に上州屋徳三郎さんという人がいましてね。この方まあ、代々ご夫屋を営んでおるんですけれども。ああ、このまあ、夫婦がもう滅法仲がいい、えー。奥様の名前をね。おつやさんと言ったんですけども。もまあ、何を七歳にして席を同じをせずという。その時代に。 もうこの2人はいつもこう当時ですから女性というのはこの男性の影を踏んではいけないというんでね、えー、ひょっこりこう大体1メートルぐらい後ろをこうついて歩くんだったんだそうですね。えー、なのでごくごく謙虚なご夫婦になりますと。 えー、旦那が、例えばこの愛媛県新居浜市を歩いてるとすると、奥様はモザンビークあたりを歩いてるというね <laughs>、えー。まあそんなことはないんでしょうけれども。まあそれぐらいの時期に、えー、いつも二人は一緒だったという。ところがある日、このおつやさんが、うん、ふとしたことで、えー、病床につきましてね。おい。おつや、大丈夫かんおいおい。 あのな、お医者様も、うん、お前のお病気は良くなるとそう言ってるんだ。な、だからほら、えー、薬をお飲み、えー、お粥をお食べ。あなた、そんな嘘を言っても無駄です。綿の死の命はもうあまりないんじゃない。そんなことないよ。えいや、お医者様がな。いいえ、この部屋を出るときに。 あなたの顔を見て首をこう横に振ったじゃありませんか。お医者様が首をふ横に振るようじゃ、あたしの寿命はもうございません。いや、あたしはこうしてあなたに本当に大事にしていただいたので、悔いはないのですが、もしあたしが、 死んだ後はあなた必ず新しいお嫁さんをもらってくださいますね何言ってんだよ俺の俺の神さんってうのはおめだけうん死んだいだって大変でしょあなたが一人で苦労しているのをあの世から眺めるのは嫌です必ず 添いをもらって下さいましねこれを伝えますとお通夜さん安心したのかその晩になるとすっと亡くなられはあいい女房だったな徳三郎は悲しんでおります書なのか蓋なのか 35日四十九日百花日、えー、ちょうど半年過ぎた頃でございましてね「おお徳さんああ、おじさん何でしょう,お,うお前なんだってねえおつやさんがいなくなった後後添えをもらわないそうじゃないか」いやまあいろんな方が勧めていただくんですけどもね えー、どうもおつやのことが心にあってなかなかの後ぞいという何を言ってんだいお前がそんなこと言ってるからだよ、うん、おつやさんはさあの世に成仏できないんだな、うんいやいや私がねい,いい人を世話してやるからねう,うもらいなさいなんて,て無理やり勧められたのは誰かと言いましたら、まあ、同じ、えー、店で奉公をしていたおすわさんという方でしてね このお蕎さんとおつやさんっていうのは本当に仲がいい、えー。まあこの子だったら気が利くしいいだろうということで、まあ無理やり勧められる感じで一緒になります。まあ二人が一緒になりまして、それから七日目を過ぎた頃でしょうかね。二人が休んでおりますと、この徳三郎、夜ふっと目が覚めます。そして蝶蕎麦に行って手を洗って、 で廊下にほよ差し掛かりますと遠くの方からバタ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 「オスワードーオスワードー うちの女房、お諏訪の名前を呼ぶものがある。これはど、あなた、今の聞きました。お諏訪殿、あたしの名前を呼んでる。ああ、これは、千のお蔦屋さんが、あたしのことを恨んで出てきたんじゃ。いやいや、そんなことはない。えお蔦屋は死ぬときにね、必ず後添えをもらってくれと言ったんだ。本当でしょうか。まあ、まあ、これは何かの聞き間違えだあ。寝よう。 その晩寝まして翌晩になりますとやはり同じ時刻になりますとバタ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 としおり道こを叩く音ができる遠くの方から「オスワードオスワードあなた今日も聞こえます」。 うん、聞こえた確かに聞こえた、はあお通夜というのはないやお前の前だけれども死ぬ前はとてもいい気の利く女だったんだ、はあでもなこうして化けて出てくるとは奉公人たちもこの噂が広がりましてね夜になるとこうみんな、えー、頭をこう ねえ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 聞いた聞いた聞いたよーいやー夜になるとさ「オスワドーンオスわドーンって、えー、新しいおかみさんの名前呼ぶんだってねそうだよえー、いやあんなにね俺たちに気も使ってくれるし旦那さんにも優しくしてくれるからねえー、なんで化けて出てくるんだろうねえー、だからさ 女の言うことは学面通り信じちゃダメだってんだよ、え女って怖いんだってさ、叱りゃ膨れるぶてばなく、殺しゃ夜中に化けて出るっていうぐらいでさ、え女の言うことを学面通り信じちゃダメ。あ、そうなのあ、じゃあ、あれ、俺さ、あの、あの、やっちゃんに、え えー、この間、あの、付き合ってくれって言ったけどあ、あんたみたいな人はダメだって私、ペーンって叩かれたんだけど、あれ、嘘なんだね。え俺のこと好きなんだね。いや、そゃ本当だよ。なんてんでね。えー、奉こ人たちが噂をしております。えー、これに気に病んだ、この徳三郎。えー、これはいかい、いた、いた方がないということでね。えー、万党さん番頭さん,番頭さんお、おー、これはど、何ですか、分からんななんかあの、ご用事でございましょう。 いや、実はね、番東さんに、降りて、お願いしたいことがあるんだけどもね。何ですかわからんな、その、お願い事って冗談じゃないですよ。いや、私はね、先代、その先々代からもずっとここを勤め上げてんですよ。うん。そんな、えお願いがある。そんな言い方よしてくださいよ。うん。修の間からじゃないですか。え 昔から言うじゃないですか。親子は一世、夫婦は二世、週中三世で、真男は余生 <laughs> なんてことを言いますけど。いやいやいや、まあそういう間柄なんですから、お願いなんて言わずにね、お、番頭火の中飛び込めって言ったら私火の中フェアーッと飛び込みますよ。水に潜らって言ったら水の中フェアーッとカッポで踊りながらやります。なんでああしろ、こうしろって言ってくれないんですか <laughs> そうか。あ,ありがたい。番頭さん。そういう万党さんがいてくれて私は心強いよ。 いや実はなお前さんも知ってると思うんだけども夜な夜なオスはどーんとうちの神さんの名前を呼ぶ者がいるんだすまないけどな坂東さんお前その正体を見届けてくれませんかええ私がいやここ,これこれい,いやだ えー、なかなかお世話になりまして <laughs>、えー「実家の方へ帰らせ」「お,いお,いおい今火の中飛び込む水の田中飛び込むそういったいやいやいやまあ火や水はいいんですけどもねこ,れこっちのこの幽霊の方はどうも、えー、万頭さんが駄目だったらどうあそれだったらこうしたらどうですかえあの町内に住んでるあの荒木先生この番頭が思いついたのはこの町内に住んでる浪人者でございましてねえー まあ、この、柳生流の流れを継いだという、まあ、えー、荒木又連先生という、<laughs> えー、腕はしっかりしてるんですけど、名前があまり良くないということで、どこにも士官ができなかったという、このずれ先生読みましたらね、うん、わかった。拙者が、その、オスワと、ン、うん、叫んでる、その、幽霊と野郎を退治しよう、なんてん、ね、で。このずれ先生、えー、告になりますとね、 えこの入り口のとこドカッとこう座りましてまあそんなね早くに座ったってねあの幽霊っていうのは出るのはもうだいたい真夜中時って決まってるんですねええー、でもあれですよねあの幽霊が昼間に出たら変でしょうね恨めしお,お前誰幽霊ですおいお前幽霊ってまあ夜出るもんだろなんで昼間出るんだよ だって夜は怖いから、なんてでね。<laughs> こんなんじゃいけませんね。まあ今か今かと待つうちに、金の根がゴーン。世間がまるで死んだようにしん。すると、バタバタバタ、バタバタバタ、修理道。 開けるような音。そしてかすかな声で。オスワード。オスワード。出たな。と思ったまたずれ先生。だだだだだ。したまが。舞を。 この特許の内義の名前を呼ぶものは、ちょ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 っと待ってください。急に出てこられちゃって困るじゃないですか。えー、いや、私はそんな、ここの、もうご内義さんの名前なんか呼んじゃいませんよ。呼んじゃいない。貴様な、何をやってるいや、私はこれ、毎晩ここに来て飽きないしてるんですよ。飽きない何の飽きないだえー、私はあの、蕎麦屋なんです。蕎麦屋でも内義の名前を呼んでいるであろう。 ええ、違いますよ。私ね、あの、こっち、こちらに来て、あの、火を起こしましてね、あの、パタ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 、パタパタパタ。んパタパタパタ。で、何の名前を呼んだええ、違いますよ。私ね、あの、蕎麦屋でございますからね。え、ここ来てましたらね、お蕎麦うどーん。お蕎麦うどーん。何お蕎麦うどんお蕎麦うどん。お蕎麦。 おぉな,なるほどおいや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 、しかしな、ん正体を見届けてくれと言われたんだよな。うん。お前の首を持って参るから。首をこれ出せ。え、ちょっと待ってください。えー、いくらでも乱暴じゃないですか。首なんか切られたらね、明日からどうやって、えー、右左どっちかわかんないようですよ、うん。でも、何かの証拠のしらあ、じゃあどうでしょう。えー、え、こ、これ、これをあの、持っていったらどうでしょう。なんだこれは。うん なんだこの袋はえ、えー、それあの、蕎麦粉でございます。何なんでこれが身代わりだえ、え、あの、蕎麦屋の子供でえ蕎麦粉ってどうでしょうなん <laughs> だこの野郎んじゃあこの蕎麦粉を一体どうするんだえ、手打ちにしてください。